全国の銭湯や浴場で使われている、ケロリン桶、直径 225mm の関東仕様。ケロリン桶は、日本全国の銭湯や、公衆浴場で使用されている黄色いプラスチック製の油筒。1963年に内外薬品株式会社の鎮痛薬ケロリンの広告媒体として製造が開始された。以降、公衆浴場に置かれ、油筒の定番として広く使われている。印刷がプラスチックの表面ではなく、内部に埋め込まれる菊プリントという技術を採用しているため文字が消えにくく、また頑丈であるため、別名、永久桶とも呼ばれる。石川県金沢市の金城温泉の家族風呂、ケロリン桶が見える1963年、僕は庄司の当時営業担当だった山浦和明社長が、北海道、登別温泉の風呂桶を見て、風呂桶に広告をつけるアイデアを考案し、ケロリンの拡販を狙っていた内外薬品と独占契約を結んで、製造を開始した。1963年当時の銭湯は、木製の油筒を使用していたが、ちょうど木桶が衛生問題により合成樹脂製の桶に切り替わりつつある時期であり、素材にプラスチックを採用して衛生的で頑丈なケロリン桶は好評を博した。最初にケロリン桶が置かれたのは東京駅八重洲口にあった東京温泉だが、全国に積極的な営業をかけたことも奏功し、その後全国各地の銭湯に広まった。製造当初は白色の桶であったが、湯垢による汚れが目立ったため、後に黄色い桶に改められた。1963年以来、約半世紀にわたって、内外薬品から委託される形で、僕は庄司が桶を販売、配布展開してきた。しかし、2013年1月末、僕は庄司が需要の落ち込みにより、事業を停止。同年3月14日に、再度の資金ショートを起こして経営破綻した。2012年末以降、ケロリン油筒の販売、配布展開については内外薬品によって行われ、内外薬品が出資する富山めぐみ製薬が2018年4月から引き継いだ。製造は関東プラスチック工業が請け負っている。2013年時点、ケロリン油筒は1週間に1020個製造されている。2018年時点の累計出荷数は約280万個である。ケロリン桶には関東用と関西用の2種類のサイズがある。このように関西用の方が少し小さい。これは関西には湯船から桶で湯を汲み、かけ湯をする習慣があり、関東用を使った場合、湯が入りすぎて重くなってしまうためである。2010年代以降、いくつかのアニメ作品やテレビ番組等とコラボレーションしたケロリン桶が発売された。前期の通り、登場当時に一般的だった木製桶を置き換える形でプラスチックで製造されたケロリン桶であるが、2015年3月の北陸新幹線金沢開業を機会に長野県産の木材を使用した桶が長野県の森林の里親制度に貢献する形で企画、製造、長野県限定で販売された。サイズはプラスチック製より大きい直径 240mm、重量も 50g、重い 410g である。売上の一部は基礎広域連合が運営する水源の森基金へ寄付された。僕は庄司が販売を担当していた当時は、桶にロゴを入れるサービスも行っていたため、古くから営業している温泉や銭湯で、希少なプリントが施されたケロリン桶を発見できる可能性がある。また、昭和40年代中頃には足つきのケロリン桶が製造されていたことがある。これはシャワーが一般的でなかった当時、髪の長い女性が髪を洗いやすいように作られたもので、当時は人気商品になった。通常の桶以外にも手桶やコップ、バスタオル、足拭きマットなどのケロリングッズが一般向けにも販売されており、公式サイトから購入できる。2018年頃から一部の飲食店で SNS 映えを目的として、桶を食器や酒器として提供するケースが確認されているが、これに関して2020年には、富山めぐみ製薬が食品衛生法上の食器ではないため各種、比較適合、良質試験を行っておらず、食器として利用する際の安全性が担保できないとして、食品衛生法に沿った食器への差し替えを求める注意喚起を行っている。ありがとうございます。